出てこなければ下でしっかりとボールを回せるタレントってのはいますからね。うーん、ゴールが痛い。松田はドリブルがある。松田は右足決まった。松田がボールをキープ。今日プロ初得点があった松田はまたボールをキープしていった。中に行く、中に行く、送り込んで名倉、名倉の左足決まるか。スルーパスはちょっと阻まれましたが、アイディアとしては非常に面白いパスでした。面白いパスでしたけどね。さあここも行く松田は、松田は今日得点があった松田のクロスは松田は中に入ってくる。カットインから右足振り抜いた。そうですね、これ1点仕掛けさせます。1人かわした、上げてきた、こぼれてくる。いや、名倉の右足どうする。左に送っていく。このボールを抑えてシュートはブロック。もう一度、もう一度松田は取った。つなぐ、はい、タイチですね。ここはクロスボールジョップ、うん、さあいった、ね、前線にはファンマデルガドがいる。さあ新里が対応するがどうする。サイドもサード選手来てますけどね。来た松田は、うん、サイドに来た。ファンマデルガドがあります。松田は米田へ、もう一度松田はさあ勝負する。間を投げた、アウトで送っていく。ボール流れた、よー中村ー。ここまた勝負をするか。松田は中に行く、中に行く、ワンツーだ。もう一度ワンツー、チョップのシュートはゴール右側。もう一度戻ってきた松田は、松田はチョップ、うーん